装備計画部感染部機科感染管理室で感染装備幹部として勤務している船水仁沙と申します。採用区分は海上自衛隊技術退避学生です。感染管理室は艦船の建造に関する事項や船の船体に関する技術的事項を所掌する室です。艦船武器課艦船管理室は艦船の建造に関し課内関係班のみならず艦船の運用上の要求を決定する部門防衛装備庁の設計部門および造船所等の民間企業の皆様とをつなぐ橋渡しの立ち位置にあります。すなわち様々な部門に対し自己の考えを伝える機会があるとともに全体最適を追求することができます。広範な視点で事業に取り組めることが魅力です。海上自衛隊の艦船の建造や改造についての業務を行っています。艦船を運用する人たちと議論しながら運用上の要求と技術的成立性の整合を図り最適な艦船の使用を導出しています。また艦船を建造・改造するには予算が必要ですので予算確保に関する業務も行っています。もちろんです。艦船の建造は一人の力では成し得ません。すなわち自分の考えをチームに伝えて理解者を増やすことが必要です。現在担当している艦船について運用上の要求と技術的成立性の最適化を検討の上説明し艦船の規模についてチームの合意形成を図れたときは非常に達成感があります。艦船の建造に関わりその収益や任務での活躍を見ることができることです。巨大で複雑な艦船の建造は一人の力では成し得ません。海上自衛隊だけでなく内部部局、防衛装備庁、造船所、搭載品の製造メーカー等多くの人たちが関わって建造されます。自分の思いのみならずチームの思いが詰まった艦船が無事収益を迎え目に見える形となって残るのは感動を覚えます。そうですね、関係部署で協力して艦船を建造するため普段から職場内で活発なコミュニケーションが取られています。忙しい時期もありますが必要に応じ助け合う雰囲気があります。自衛隊というととにかく階級に縛られて固いイメージがあるかもしれませんがそのようなことはなくメリハリを持って勤務できる雰囲気が醸成されています。防衛大学校出身者と一般大学出身者で待遇の違いはありません。それぞれの経験を生かし勤務しています。はい、大学院では工学を専攻し造船について学んでいました。大学院卒業後海上自衛隊の艦船の建造に携わりたいと考えていました。造船所や防衛装備庁の技官への就職を検討しましたが、どのような艦船を建造するか、使用の概要を決定していく過程に携わりたいと思い、その機会がある海上自衛隊の装備幹部を選びました。そのため、入隊後、技術分野での活躍の道が開けている技術退避学生を選びました。技術退避学生は、在学中に奨学金を受け取れる制度でもあり、学生生活の自由度が向上することも選んだ理由の一つです。入隊後は護衛艦での勤務、艦船を修理する部隊での勤務、防衛装備庁の設計部門での勤務、艦船を修理する部品を調達する部隊での勤務、そして現配置と技術系を軸とし、様々な経験をさせてもらいました。変わったところでは学校の教官も経験させてもらいました。はい、
海上自衛隊幹部候補生学校で幹部自衛官を目指す候補生たちに海上自衛隊の基礎について教育を行っていました。艦船装備幹部の特徴は防衛省関係者のみならず民間企業の皆様との接点が非常に多いことです。防衛装備庁の設計部門に勤務した際に契約した造船所等の民間企業の皆様ともより良い艦船を設計するにはどうすればよいのか熱のこもった検討を実施したことが印象に残っています。官民問わずチームで事業を遂行することが艦船建造の醍醐味です。企業の皆様に協力をいただいて最新の技術動向の調査研究を実施したり最新の技術を有する企業の研修に参加させていただく機会があります。また普段の業務でも最新の技術的知見を学ぶ機会は多々ありますし一般の大学院や防衛大学校研究科で勉強し修士号を取得する機会も用意されています。常に自身の知識をアップデートできる環境が整っています。艦船装備幹部はいろいろな配置に勤務することができ艦船の建造、改造、および維持整備の全体像を捉えていく機会が用意されています。経験が蓄積された後は全体の最適化を追求することが可能となり理工系大学、大学院で学んだ知識を土台としつつ広い視点で事業に携われるのが最大の魅力です。私の現在の業務の話でいうと運用上の要求と技術的成立性を最適化するには船体の規模や区画配置について検討する必要があります。この際に大学院で学んだ知識、考え方がとても役に立っています。大学での勉強や部活動への参加などその時々で迷いながらも取り組んでいたことが将来の役に立っています。どんなことがあっても前向きに取り組んでください。防衛力の構築や艦船に興味のある皆様の入隊をお待ちしています。